こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。はい、ヴィーナスイレブンビビットですね。こちらは今、7月から、放送している夏アニメ、邪神ちゃんドロップキックとのコラボイベントをやっておりるようで、オープニングが、邪神ちゃんドロップキックの、に、ジャックされちゃってますよね。いやー、いいなー、邪神ちゃんも。はい。チェーンソー持ってるユリネも。なお、この流れてる歌は、邪神ちゃんドロップキックのじゃなくって、ヴィーナスイレブンビビットの方だと思いますね。そうですね。でも、いやー、でも、本当に、じゃあ始めていきましょうか。お、なんか経営施設開放ですね。お、なんかフレンドになんかついてるぞ。フレンドになってくれてる人がいるんかな。あ、もちろん承認します。ありがとうございます。これで初めてのフレンドですね。いや、嬉しいな。乙姫さん。ありがとうございます。なおですね、フレンドになっていただく方、ですね、どこを見ればいいんだろう。遠征から帰ってきます。さてと、なるべくレア度の高い人を集めた方がいいですね。じゃあ、仁王坂さん、行かせましょう。あんまり遠征しても、報酬が美味しいわけじゃないです。フレンドスカウトっていうのがあります。おっと、フレンドスカウトが友達になったからかな。増えたね。フレンドスカウト行ってみるか。積極的行ってみましょう。お、なんかいろいろもらいました。オルガって、まあ、なんか止まるんじゃねえぞ感がありますよね。もう一度行ってみましょう。積極的に使っていきましょう。スカウトは。あんまりいいものもらえないよね。一括受け取りへ。一括、ヴィーナスハート結構もらえたよ。そう、さっき言ってた。お、スキルミキサーが、これは有効なんだろうか。お？これひょっとしてなんか動く？お。さあどうだ？合体してうまくいくのか？ポチッとな。なんか来そう？成功しました。やったね。まあ、こんな感じですね。その他で、オーナー情報を見てみましょう。
この、上に書かれているユーザー ID、こちらで、おそらく検索していただくと、私の名前が出てきますので、よろしければ、お友達になっていただけると嬉しく思います。さあ、始めていきますか。イベントをやります。中級行きましょう。はい、行動です。誰をやろうか。リリスちゃん。ユリネですね。ユリネのポジションわかるかな？ユリネのポジションは比較的バックスですね。じゃあ、どうしよう。この子はバックスなんで、で、変えましょう。これでですね、もちろんポイント重視でいきます。さあ、決めろ、ルーミンストライク。なかなか簡単にはいかないです。中級になると結構いい勝負になりますからね、現状近い。強いな、邪神ちゃん。うわ、やば！先取点奪われた。邪神ちゃん強い。抜けたーん。抜けたーん。勝たないと。先生、ディフェンダーが結構やばいかも。ワードか。ディフェンダーのこいつと変えましょう。さあ、これで後半戦開始です。これない。簡単に抜けられちゃってるな。さあ、写真ちゃん、なんとか取れ。よし。オッケー。エミーもシュート打てます。さあ、ルーミンにチェッタッチした。抜けた。さあ、来た。ルーミンストライク。もちろん抜けてゴールです。同点。おや？取り切った。さあ、駒場さん。さあ、伊沢直美。あーと。止めろー。オッケー。さあ、リードです。さあ、1点差。あーっと。
同点ですね。これでシュート入らないとちょっとやばい。やばいね。ああ、負けちゃった。PK 戦の結果敗北でした。一応負けでも、MVP はもらえます。経験値をもらえるんで、そんな負けても影響はないです。一応ポイントを稼ぐことの方が大事ですね。さあ、続いていきましょう。リベートスカートができるみたいですね。ただやっぱり充電しないと意味がないんで、ここは充電できるまで我慢しましょう。さあゲームです。イベントリーグ行きましょう。もう一回中級チャレンジです。となるとこうなりますね。さあもう一度ポイント重視です。いきましょう。3人抜けた。あーっとインターセプトされた。なんかうさんくさい。あーっと抜けられない。音キャッチした。これはいい流れ。さあ抜けた。でもあんまり時間がないんじゃなかったっけ。あーっと捉えた。邪神ちゃんだ。何としても止めないと。危ない。あーこれシュート来られる。あー何としても邪神ちゃん止めないといけないですね。止められないのかな、邪神ちゃん。止まるんじゃねえぞっていう感じか。ルーミンで止められない。さあ、インターセプト成功。さあルーミンに渡ったチャンス。おっとゴールキーパー必殺技決まらず。必殺技というか防御技といった方がいいか。よしインターセプトチャンス。オッケーイノセントドリブル。さあルーミンに来た。よし抜けた。
おっと、しかし。なんでシュート打たないんだ？あ、でも勝ちましたね、今回は。ポイントアップチャンス。エミリーちゃん可愛いですね、なかなか。そっか、演技を勉強してたのか。チームを育成しながら強くしていきます。なんでしょうね、これ。なんかいろんなボードがあるのかな。ビビーポイントを稼いでないと意味がないみたいです。例えばルーミンにしたってポイントがないと先へ進めないってことですね。
さあ、ドラゴンレール行ってみましょう。さあ飛んで、おーっとユキナが決まった。ユキナ早くも先制。カットです、ルーミン。さらにさあ結構前にいる。これは超えてルーミンストライクでしょ。 V ビクトリーカット。ナイスです。さあユキナダイレクト。まあまだですね、まだチェンジしない。カット成功。デモンさゆり、ポチリパス。ユキラダイレクト、2本目。3点目です。ちょっとこれを変えたいですね。なかなか強い選手だ。後ろに行こう。越えられない。変えた。そしてルミに渡った。試合終了ですね。はい、というわけで、
ビーナスイレブンビビットをやっていきました。ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数を増やしたいと思っております。この動画タイトル欄の右側にあるチャンネル登録ボタンで登録できますので、またの方はご協力よろしくお願いいたします。また高評価コメント SNS など拡散も歓迎しております。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますのでよろしければ見てください。はい、この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリストの、が表示されます。お時間ありましたらそちらをアクセスしていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。